うちに来た新しい植物、金のなる木こと、プラスラポルツラケア。これは相方さんがタダで配ってるっていうのを見かけてもらってきたんですが、さすがにタダで配ってるだけあって、なかなか厳しい状況ですね。葉っぱが欠けてたりとか、もうこの辺もシワシワです。これうまく回復できるかどうかわからないんですが、ちょっといろいろと頑張ってみます。まずはこの鉢を植え替えようということで、この土が乾くまでこのまま様子を見ます。これがクラッスラのゴーラムってやつです。これなかなかユニークな形してるんですよね。なんかチューブ型に伸びていて、先端が斜めにカットされて、真ん中がへこんでるっていう感じで、めちゃめちゃ面白そうな造形してるんで、思わず買っちゃったやつです。このクラッスラのゴーラムは、このクラッスラのポルツラケアの変異種らしいんですよね。これがこうなる。なかなかユニークですね。葉が落ちていたんですが、よく見ると根が生えてるんですね。これうまくやれば挿し木できるかもしれないんで、ちっちゃい鉢に植え替えてみます。植え替えてみました。この後3、4日した後に水をあげてどうなるかって感じですね。小田和正に A ちゃん、めっちゃ昭和。新井香織子こと香織子の個展やってるんだ。恋愛食堂にやってきました。今回はガヤバジとワッコのコラボ。めっちゃ緑のビリヤニと、あとゴルゴンゾーラパラタ、あとインドの唐揚げ、ライオンの、これはスカウトだからこっちか。いただきます。濃厚で、ラガーが苦いそうです。まあ普通のラガーです。意外に少ないビリヤニ。それではビリヤニいただきます。うん、結構うまい。本当ね、そんなね、パクチー臭はしないんで、ちょっと食べてみて。切れないね。うん。よし、OK。うわぁ、たたた。うわぁ、すごいすごい。チーズがすごいです。じゃあ、インドのピザ、なんとかいただきます。めっちゃうま。すげえうまいよ。インドのピザパラタ、めちゃめちゃ美味しい。なんかめっちゃ辛そうな唐揚げ。じゃあどうぞ。うん、辛いと思うよ。本当？うん、辛いそうです。やばいな。唐揚げいただきます。チキン65ガンジーパウダーがけだそうです。ちょっと辛いみたい。いただきます。結構辛いけどめちゃうま。いやー、めっちゃ美味しかった。マチインドの世界、堪能しました。めっちゃうまかった、偏愛食堂。ん？ちょっといいよ。ん？あ、落ちてる？あ、落ちてる、落ちてる。おー、すごいすごい。ここで絞って、真ん中にカッターがあるから、半分ずつに分かれて、廃棄される。出来上がりで。よし、はい、できた。うん。ダメですね。すごい力が硬いね。それかもしかするとペリってめくるんじゃない？そうだよね。おー、すごい音がした。すごい音した。はい、じゃあどうぞ。おー、どうぞ。オレンジジュースいただきます。あ、すげーフレッシュ。うまいね。これ飲んでました。結構フレッシュでうまかったです。ここにウェーブがあったんだけど、なんかなくなってる風。なんも張り紙ないね。ウェーブなくなっちゃったか。ミュウツーがいます。あれ、なんか垂れ幕があるんで、なんかキャンペーンやってんのかな。ミュウツー、
イケアに来ました。イケアでお買い物。よし、なんかいろいろ買ったぞと思ったら雨降ってます。やべ、どうしよう。傘ある。元気に育ってる未生たちですが、ですね、そろそろですね、このプラスチックケースから出してやろうかと思います。というのもですね、このプラスチックケース結構高さがあるので、横から風が当たった時にこのプラスチックケースの高さで風が抑えられちゃうんじゃないかなと思って、そんな気がして、入れ替えようかなと思っていました。そんなところで昨日 IKEA に行ったら、これなんだっけな、ノルグって言ったかな、いわゆるオーガナイザー、小物入れですね、そういうのが売っていたので、もしかするとサイズ合うんじゃないかなと思って買ってみました。この一番ちっちゃいサイズから横に2つ並べたサイズと、さらにもう2回りぐらい大きいサイズ、3種類買ってみました。これはですね、セラアートの 2.5 寸の8です。この一番ちっちゃいやつに収まるかなと思って、ちょっと今から移し替えてみます。元気なラメリーを移していきます。なかなか収まりがいい感じですね。ちゃんと鉢の高さよりも低くて、横から風が来てもラメリーにちゃんと当たるし、このプレステラの90、これはですね、これまたさらにジャストサイズ、なかなかいいんじゃないでしょうかね。 IKEA のノルグっていう、プラスチックオーガナイザー、これ一番ちっちゃいサイズで確か39円、めちゃめちゃ安いです。大量買いしてもいいんじゃないでしょうかね。ということで早速いろんなサイズに入れていこうかと思うんですが、まず横に長いやつ、横に長いやつは当然の、あれ、これもしかすると3つ入るかな。こっちのホッケーエリリスから持ってきます。あ、これ3つ入るね。ちょっと3つだときついかな、どうだろう。ちょっときついので前後にずらしつつ、こんな感じでちゃんと横並びじゃなくて微妙にずらしていけば3つジャストサイズに貼ります。ステラアートの 2.5 寸の8です。いいですね、これ。これに移し替えよう。秘宝です。さらに一回り大きいノルグ、おそらくセラアートの 2.5 寸の8は余裕で入るんですが、プレステラの90、これがですね、2つ横並びに置くといいんですが、それをこう並べるとちょっとだけ入らない、ちょっとだけ入らないですね。残念。プレステラはノルグの15×20×5、 これには4つ横並びっていうか4つ入りません。セラアートだったらこの K が小さいんで余裕で入ります。お、5つ入りました。セラアートの 2.5 寸の8だとこのノルグ5つ入りましたね。なんかすごいいい感じですね。 IKEA で買ってきたノルグ、もうちょっと追加で買ってこよう。いやー、なかなか蒸し暑い。今から練馬区の石神井に行ってきます。並んでるのか。並んでるね。なんだろう、あ、なんかやってる。あー、ヒプノシスマイクっていうなんかね、声優の、ユニットがあって、それのイベント会場なのか、なんでしょうね。こんなのやってます。めっちゃ人気なんだよ。これに乗ってきます。なるほど、電車自体がヒプノシスマイクのコラボになってんですね。ヒプノシスマイク、吉祥寺、久々。よっしゃい、よし、着いた着いた。着きました、尾崎フラワーパーク。
多肉植物ゾーンです。なんか最近多肉植物をあんまりチェックしてないんで、もう何が何だか分かんなくなっちゃってますけど、とりあえず暑いんで2階に行きます。ザキフラワーパーク2階に来たんですが、めちゃめちゃ広い。なんかすごい適当に2万とか書いてる。本当だ、ブルーイグアナ。なんかすげえかっこいいな。うわー、これすげえめっちゃ元気ある。おおでかい、これ面白い。モンキーパズルツリー、モンキーパズルツリーだって。これがトゲなのかどうかわかんないけど、ちょっと触るのが怖い。アデニウムのオベスムがいた。今うちで育ててるやつが大きくなってこんな感じなんで、何年かかるかわかんないけど、アロエフラミンゴすごいね。うん、あ、これ育ててるやつ火星人。うん、そう、火星人って言われて、ホッケアイリリス。なんかあっという間に時間が過ぎちゃうんでサクサク回ります。なんかちょっとキモい顔してるクマ、カピバラじゃないの。わかんない、なんだこれは。なんかわかんない、うん、エアプランツのトンネルです。これはすごいな。ちょっと背が高いからさ、確実に頭をぶつけまくってんだよね。かがんで通らないと頭ぶつけちゃう。うん、あ、しかもなんかこれ一つ一つが値札ついてるから売り物なんだね。これ花咲いてんのかな。なんか可愛いね。この辺はアガベのコーナーですね。うわぁ、これなかなか立派。え、北の田がいます。アガベも沼っぽいんでなかなか手は出しにくいんですが、まあ未生で育ててたりもするんですけどね。すごい、ユーフォルビアマハラジャ。なんか上に並んでるサボテンすごい立派だね。これはユーフォルビア。大正キリン。ヒントが合ってなかった。ユーフォルビアの大正キリン。真っ白なユーフォルビアだと思ったら名前がユーフォルビアホワイトゴースト。すげえな。もしかすると今日はこれぐらいしかいわゆる開墾植物はないのかもしれないですね。一通り回ったんですけど他にあるとこがなかったので、こんな感じなのかな。今はなんかやたらとアキポディウムの電子フローラムがたくさんあります。おー、出てきた。いや、うちに来るんだ。結構でいいよね。うん、そんなたくさん、なんか花が。最初からってる。そうなんだ。ハラペーニョです。やげ、お、結構でかい。あ、絡んでる。他の。ダメかも、これ。取れない。あ、違う。こっちに絡みに行ってるんだ。そうそう、他のに絡んでた。できた。でも結構枯れてるよ、葉っぱ。まあいいよ。ちょっと、ぱっと見、なんかすごいさ、やる気あるじゃん。やる気ある気するよね。うん。じゃあこれ。じゃあ、ちょっと枯れてるけど、やる気あるやつ。うん。じゃあ、この2つを確保して、今日は帰ります。ドン。葉っぱがちょっとあれだと。うん。見やすくなっちゃうと。うん。さあ、それじゃあ帰りましょうか。初の尾崎フラワーパーク。とりあえず、ちょっと目的の開墾植物とかは今回は少なかったんですが、なかなか面白かったんでまた来ようと思います。